乳製品と運動で体づくり、雪印メグミルクスキームと一緒に丈夫な体を作りましょう。雪印メグミルクスキーム原田雅彦です。今回は骨を鍛えるスキーターンホッピングをご紹介します。家事や仕事の合間に体を動かして一緒に楽しく骨を鍛えましょう。スキーターンホッピングを行うときは顔を前に向けてお腹に力を入れましょう。安定性のある椅子やテーブルに手を添えて少ししゃがんだ状態から地面を蹴ります。スキー板を動かすように体を左にひねります。しっかりと腰を下ろし両足で地面に着地します。きつい場合は椅子やテーブルに体をしっかりと支えて着地してください。左に向いた体をジャンプして正面に戻します。次に再度地面を蹴って体を右にひねります。しっかりと腰を下ろして着地、体を正面に戻します。左右にジャンプしたら1回、4回で1セットです。2セットを目安にできる回数を行いましょう。それでは4回1セットやってみましょう。地面を蹴って左にひねる。着地の際は腰を下ろす。また蹴って右にひねる。お尻を使ってジャンプする。きつければ椅子を押す。手を使ってきれいに着地。ジャンプするときは一瞬で蹴る。スキー板をさっと返す。体を起こして膝を伸ばす。背筋はまっすぐ、視線もまっすぐです。足を開いてお尻は引く。疲れてきても笑顔で飛びましょう。あと1回頑張りましょう。胸を張ってバランスよく着地。足をしっかりつけて膝を伸ばす。最後にもう1回飛んだら綺麗に着地。いかがでしたか？できる範囲で自分のペースでやってみてください。スキーターンホッピングの後は MVP ドリンク。乳製品と運動で丈夫な体を作りましょう。Let's be fearless, baby, let's be